皆さんこんにちは、リポーターの佐々木明奈です。ということで、東北の227市町村を全部回って、各地の名所や名産品を見ている皆さんに紹介していこうと思います。今日私と一緒に回ってくれるのはくらちくんです。今日も元気いっぱい、アピールバッチリでしたね。今日回っていくのは福島県の大熊町、双葉町、浪江町の3カ所です。なんだか早速お腹が空いてきましたね。今日は何が食べられるんだろう、どんな景色が見れるんだろう、ということで早速行ってみよう。さあ、まずはじめに双葉町産業交流センターのサンプラザ双葉さんにやってきました。なつくん、何があるんだろう、早速見てみようか。何があるんだろう。おおお、早速双葉町民が、町民って言うの、双葉町民が愛した双葉茶亭、昭和のマドレーヌ、美味しそう。あ、しかもバターカステラめっちゃ売れてる。あとちょっとしかない、どうする、買い占めちゃう。そしてそして下には、えっ、くらちくんが何か気づきました。何、まさひろさん、え、マー君だね。さすがイーグルスとの関連性バッチシ。でマカロンとかラスクとかたくさんある、美味しそうだね、食べたいね、買って帰ろう。よしよし、それから桃ね、間違いないよね。え、お土産の量たっぷりだね。うん、桃のポテトチップス、ポテトチップ美味しそう。え、想像できないね、桃のポテトチップ。でも美味しい塩ポテトチップになったんだって、気になるね。すごい珍しいお菓子もたくさん置いてある。こんにちは、ラッキーイグレスです。よろしくお願いします。念願だったんですけれども、一番有名な、一番人気の商品って何ですか。スペシャルカツサンドですかね。カツサンド、そこに写真があるんですけど、あの目の前かな。あ、これですか。あ、これだね、これ。うわ肉厚でソースたっぷりの、食べていいですか。じゃあ、カツで食べよっか。早速ね、これ一ついただいてもいいですか。はい、ありがとうございます。あ、早速ありがとうございます。わー、美味しそう。早速、開けますかね、食べますかね。もう香りが、見てください、この肉汁美味しそう。しかも今持った感じがすごくあったかいです。ちょっと初デートだったら大きい口開けて食べるのちょっと恥ずかしいとか言っとく。ちょっと待ってくださいね、めちゃめちゃソースこぼしてるんだ。すっごくジューシーで、お肉こんな分厚くて、ソースとお肉の旨味がめちゃめちゃマッチしてる。しかもこの挟
挟んでるパンもふわふわでめちゃめちゃ美味しいです。いやペンギンの皆さんありがとうございました。美味しかったです。ごちそうさまでした。また来ます。名残惜しいね、クラチ君、ね、美味しかったです。全部欲しいね。原子力災害伝承館にやってきました。福島の当たり前の日常を奪った東日本大震災と東京電力福島第一原発事故、その記憶と復興に向けた歩みを防災・減災に向けた教訓として国内外に発信する施設で、全町民避難が続く双葉町の沿岸部に立地しています。展示スペースでは大地震、津波、原子力災害といった未曾有の複合災害について数多くの映像や実物資料を見ることができます。さらに被災住民らによる語り部講演や伝承館周辺の被災地の現状を知るフィールドワークなども行っています。あれ？どっち？どっち？見て見て見て、もう駅だ。ここは双葉駅ですね。さあ、この双葉駅は2020年3月14日に常磐線の富岡駅から浪江駅間の運転が再開したことによって営業が再開された場所なんです。実は仙台からここ双葉駅まで特急日立で約80分で来れちゃうんです。すごいよね。早いよね。とっても綺麗な駅なんですが、あのシェアサイクル、自転車を借りればさっき言った産業センターまでもうすぐ行けちゃうんだって。今度自転車で旅するのもいいかもしれないね。ということで、この駅に来た記念に写真撮影して帰ろっか。